里崎チャンネル。もちろん。さあということで、侍ジャパン東京オリンピックに向けて正式発表というところでね、今日の11時に正式発表されましたけども、16日都内のホテルで行われ、24選手が発表され、稲葉監督は目標は金メダルです、その目標を実現するために24に声をかけましたというところでね、代表選手を読み上げていきましたけども、まあね、こちらです。今回稲葉ジャパン侍ジャパン選ばれた選手たちです。ちなみに里崎ジャパンと違う選手で言えば、ピッチャーは岩崎、森下、山崎、大野、中川、あ、5人で、ピッチャー11人なんだよね。ピッチャー11人、野手13人なんでね。だから俺は宮城、川野、松井、柳、西か、ここが違うんだね。でキャッチャー甲斐、相澤、梅ちゃん、俺さっきジャパンは梅ちゃん入ってたけど、相澤ね。で内野、山田、源田、浅村、菊池、坂本、村上、近藤、柳田、栗原、吉田、鈴木っていうところで、浅村と近藤の代わりが、これは佐野と DeNA の後岡本だね。まあ、というところで、まあ、結局ね、何でもいいんだよ、選手なんて。何でもっていう言い方もおかしいけども、もう好みだからね、いろんな人がいろんなジャパンを作って、好みで選手を選考する。稲葉監督はじめね、コーチの人とか、今の侍ジャパンに関わる人のね、まあ、好みでね、選ばれた選手なんでね、それはそれでいいじゃんね。そんな全員が一緒だったら逆に怖いよね。しかも当てに行ってないしね、全く一緒でも逆に怖いよね。っていうところでね、まあこういう感じになりましたけど、だって結局よ、どんな選び方しても、どんなやり方しても金メダルじゃなかったら文句言われんのよ。逆によ、どんな選考しても、どんなやり方しても金メダル取れば、勝てば冠軍だから、もう OK なわけよ。で結局ね、結果出せばいいわけ。しかもオリンピックはね、金メダル以外許されないのよ。なぜならメジャーリーガー出ないじゃん。メジャーリーガー出ないのに金メダルじゃないってダメじゃんね。北京4位の俺が言うのもなんやけどでも俺らはダメだったのよ。ダメなのよ、4位ね、メジャーリーガーも出てないのにっていうね。俺だからもう北京もね、東京で行われて、そりゃ金取ればね、誰も文句言えないし、でも金以外で許されないわけ。まあそこがね、オリンピックの苦しいところよ。俺も出たけど4位残念だというところね。多くの方が気になるところは多分菅野、岩崎、中川かな。だから今岩崎はね、ちょっと調子が悪くて2軍に、行ってるし、あの菅野もね、前回登板ね、ちょっと、3回途中で降板して解説してたけども、ストレートも乗り悪くて、でちょっと中川もね、やっぱ調子が悪いというところで、おっていうところはあるけども、まあ、稲葉監督のコメントだと、そのあと1ヶ月ちょっと、あるから、コンディションもね、そこまでには合わせてくれるでしょうっていう、ところなんでね。基本はね、この選ばれた選手見ると、基本はやっぱその2019年に行われたプレミア12のメンバーが土台になっていることは、まあ、ほぼ間違いないね。こっからの土台で新しい選手呼んできたら、コミュニケーション作るのも難しいじゃん。だとりあえずはもうコミュニケーションができてる選手を土台にして、まあその時いなかった村上とか平とかっていうところが、まあ栗林とかっていうところが、まあ入ってきたのかなとっていうような、多分仕組みなのかな。だからいい悪いなんよ。だからここからは稲葉監督がどういうふうな考えで選んでいったかっていうところをちょっと考えてみようっていうところでね。でまあコメントではね、菅野、国際経験も豊富な彼には投手陣を引っ張ってもらいたい。青柳、ゴロを打たせる投手として先発リリーフ両方での活躍を期待してる。岩崎、初見で対応するのは難しい、特殊なサウスポーとして左右に関係なく1イニングを任せることができる投手として期待。森下、力でも勝負ができる投手は国際大会でも全てのボールが通用すると思っている。山本由伸、先発リリーフ両方ができる非常に重要な選手だと考えている。田中将大、先発投手として菅野投手とともに先発投手を引っ張っていってもらいたい。山崎康之、国際舞台の経験が豊富、リリーフ陣をまとめてもらいたい。栗林、三振を取る投手として非常に期待している、リリーフで通用すると思っている。大野、左投手を苦手するチームもあると思う、そういったところで貴重なサウスポーとして先発を任せると思って。中川、左打者のインサイドへのツーシームは外国人打者にも通用すると期待している。平、パワー系のリリーフとして国際舞台でも通用する、クローザーの経験もオリンピックで生かされると期待しているというね、コメントです。だからまあコンディションがね、まあ上がってくるっていうところなんでね、まあ上がってこなかったらちょっと不安なところはありますけど、まあそこはね、まあ信じてるっていうことでしょう。でキャッチャーがね、甲斐と相澤。甲斐はね、捕手として守備力の高さ、そして今年は打撃の調子も良さそうなので期待している。相澤はね、プレミア12の経験は大きい、それを生かして選出された投手陣をリードしてもらいたい。こういったところがね、やっぱプレミア12を土台にしてるっていうところでもあるし、だからまあこう見るともう甲斐がレギュラーで、ずっと多分甲斐がレギュラーとしてやっていくって。相澤はちょっと聞いたところによると、そのブルペンとベンチの橋渡し的な感じでやってもらいたいみたいな感じも聞いたから、そういったところでそのブルペンとのベンチの対応っていうところも考えてるのかなっていう感じがします。でもまあ北京の時は三山さんがトレーナー、多分俺の記憶が確かだったら
コーチじゃないから入れないけどトレーナーっていう肩書きで入ってブルペンにいたんだよね。で、三山さんが大野さんとかとベンチのやり取りをしながら誰作る誰どうするっていうのを連絡取って、でキャッチャーは俺が出てる時は矢野さんがベンチで新之助が、ブルペン行って、矢野さん出てる時は俺がベンチにいて新之助がブルペン行って、新之助が出てる時は矢野さんがベンチで俺がブルペンとかね、そういったところで交代交代でみんなやってたけど、でもそこに三山さんがいて、でそれで2人でブルペン受けながらっていうところだから、でもそういうやり方したら別に連絡係に無理に作らなくてもできると思うんだけども、まあそういう風な期待をしてると。でも昨日相澤が怪我したの、だからここがどうかっていうのが不安だよね。まあその後1ヶ月で、まあ、怪我してて抹消して、で帰ってきてでまた怪我して、でこれがこのあと1ヶ月ぐらいでね、その怪我が治るのか万全になるのかっていうところはちょっと不安なところもあるけども、まあ稲葉監督も言ってたけども、内定だから決定じゃないの、決定は最終決定は7月頭ぐらいに決まるらしくて、だそれまではまだ内定だから、だからそこら辺はそういう時に見て臨機応変にひょっとしたらじゃあ菅野とかね岩崎とかっていうところもひょっとしたら変わる可能性もあるかなっていう、その決定事項だよね。今内定っていうところではそんな感じで、内野手が山田、ね、打球はもちろん彼のスピードにも期待、源田、彼の抜群の守備力と持ち前のスピード、状況に応じた打撃ができる点に期待している、浅村、ファーストの守備もできるマルチなプレーや、打撃では持ち前の勝負強さを発揮してもらいたい、菊池、代表経験が豊富で、いかなる状況になっても臨機応変に対応できる選手として期待をしている、坂本、豊富な代表経験を持っている、坂本と菊池には野手陣を引っ張ってもらいたいと思っている、村上、所属チームでのサードの守備にも安定感が出てきて、パワーも期待している。外野、近藤、彼の巧みなバットコントロールと高い出塁率、外国人投手を苦にしない打撃に期待、柳田、私が掲げるスピード&パワーが具現化してくれる中心選手だと思っている、栗原、どこでも守るユーティリティプレイヤーとしてまた彼の打撃にも期待、吉田、打率の高さに加え長打を打てる彼の打撃にも期待している、鈴木、プレミア12での勝負強さはオリンピックでも発揮してくれると期待っていうね、ところですね。これを見たときに、あ、今回のオリンピックはそんなにスピード機動力は使わない野球するんだっていうところを感じましたね。それなぜならね、まあプレミア12の時は周東とかね足のスペシャリストがベンチにいましたけど、まあ、今回の感じで見ると多分予想のオーダー的に考えると、まあ、キャッチャー甲斐、ファースト浅村、セカンド菊池、サード村上、ショート坂本、レフト吉田、センター柳田、ライト鈴木誠也で DH が山田っていうところが考えられるんだけども、このメンバーでもうそんなにスピード使えないと思うんだよね。で、なぜなら各選手多分一番盗塁、そのオーダーの中で一番盗塁してるのが多分村上8個で、トリプルスリーも達成した山田と柳田は、山田はね盗塁今年3個だ、ちょっと下半身のコンディション不良もあってっていうところで、まあ、そこがどこまで走れるのかなっていうところもあるし、柳田は今年盗塁2個っていうところでそんなに盗塁してないよね今シーズンでね。菊池が盗塁1個で、多分ベンチからだと源田が一番してんのかな、盗塁でいうと源田が盗塁が今14個っていうところでしてるんだけども、じゃあ源田代走じゃんって思うかもしれないけど、源田を代走に使うと内野の守備固めがいなくなるよね。何かあった時に内野の守備がいなくなるから、そんな早く源田使えないよね。で、まあ、ひょっとしたら村上の守備固めが源田がいるかも分かんないしっていうところを考えると、あんまり早めに源田使えないで、外野は栗原と近藤って考えた時に、そんなダイソーで積極的にっていうところもできないから、どうなんの、まあ、始まってみなきゃ分かんないけど、シーズン中のことを考えるとあんまりそんな機動力でっていうよりも打ち勝つ野球でいくのかなっていうようなメンバー選考からすると感じがするよね。その走れてないからね、レギュラーシーズン中にいきなりオリンピックに出てバンバン走ります、アウトになったらもろはの剣だしね、そういったところは、まあ、どうなんだろうって思うし、で外野も吉田、柳田、鈴木誠也っていうところがスターティングラインナップで出て、守備固めってなったら多分栗原とかでなるのかなって考えると、その中、まあね、守備が低いレベルじゃないけども、めちゃくちゃ高いレベルってわけでもないから、その中スペシャリスト枠がいないね、その走るとか守備っていうところ の, 全体的にベンチにね、そういったところは、あ、そういう野球をするんや、まあ、別にそれが弱点とも不安とも別に俺は思わないけど、だから、あ、そういう野球するのかなって思うだけであって、だからそういう感じの野球をするのかなっていうところで、まあ俺がね考えるところでは、じゃあスペシャリスト枠でダイソー荻野からの守備固めとかね、で内野は、まあ、源田を守備固めとして置きながら、まあ、岡本の守備力あって、サードからの外野も UTT 的なところもね、で代打のスペシャリストで佐野みたいな、代打のスペシャリストが多分近藤なんだろうね。そういったところではちょっと機動力とか守備っていうところのスペシャリストがそんないないからっていうことを考えると、打ち勝つ野球で、まあそんな守備もね
横浜スタジアムだからね、結局そんな広いわけじゃないから、そこまでの守備力を重視してないっていうところも考えられるからね。だからそのもう打ち勝って勝つんだっていうようなね感じの選出選考にね、まあ見えるかなっていうところもありますね。まあでも内定じゃない、内定だからね、まあ今後どういう風にね最終決定7月、まあこれがねこの選手たちが大きな結果もなく無事にいけばそのままねすると決定になるでしょうけども、まあ どうなるのかなっていうところもあるしね、コンディションフローの選手はねしっかりコンディション合わせて大会にね臨んでもらいたいと思いますし、まあもうこの東京オリンピックでね野球がまたなくなりますからね、まあそこでしっかり結果を残してねいい戦いを見せてもらいたいですね。まあ一番はね結果出せば誰も文句言わないっていうところでね、本当に侍ジャパンにね選ばれた選手も監督コーチも関係者の皆さんもねぜひ頑張ってもらって野球人気を上げてもらいたいですね。皆さんも応援しましょう。でこれで、まあ、24人だよね。あ、これ全球団いるから、やっぱり実は全球団おらんな、いないんですよ。どこの球団だと思います？ロッテやな。正解です。え、他の11球団いんの？他はいます。いんの？いるねんな。まあ俺もそれを選ばないでたまたまやったら12球団たまたまいたんだけど、あ、いないんだね、ロッテだけ。まあ仕方ないねそれは。だってそれはだって選ばれないやつらが悪いんだから、やっぱりね、やっぱ好みに入るようにしないといけないし、アピール足りないよね。荻野もね、佐々木ジャパンでは入れたけど、それは稲葉ジャパンには入れないよ。じゃあそういったところで最後に一言だね。しばらくマリーンズの関係者選手職、日本代表ゼロは恥ずかしいぜ。 OB としてはしっかり練習してしっかりアピールして、次の WBC には必ず選ばれるように精進して肝に銘じて頑張りなさい。わかりましたか？ゼロはダメです。ゼロゼロゼロは恥ずかしいんです。